日本の伝統折り紙風船の折り方です。はじめにこの形を作るところが少し難しいので、私なりに工夫してみました。まず白い方が外側になるように四角く折ります。開いたら90度回転させて、もう一度四角く折ります。これを開いたら裏返して、今度は色がついている方が外側になるように三角に折ります。90度回転させて、また同じように折ります。そして最後に折ったこの部分を持って真ん中にスーッと寄せてくると、折りにくいこの形がきれいに簡単に折ることができます。次にこの三角の部分を上に折り上げます。裏返して同じように折ります。この部分を真ん中に折ったら、ピラピラしているところを中に折り込みたいのですが、そのままでは入りません。まずこのように折ってください。それをさらに斜めに折って、細い隙間を開けて入れ込みます。こうやって折ればきれいに落ち着いて折り目をつけることができます。裏も同じようにします。真ん中に両側を折ったら、ピラピラしたところを折って、そこをさらに斜めに折って、細い部分を開けて入れ込みます。これで完成です。下の空いている部分から空気を吹き入れます。ここでは撮影用にストローを使っていますが、口で吹き入れるとふっと膨らみます。膨らんだらあとは角を持って形を整えます。伝統的な鶴の折り方もありますので、そちらもご覧ください。